そんな自分でラオス村とか行ったことあるわけじゃないんですけどね。要するに俺のアルバムに参加してくれてるピアニストのリコさんって方がいらっしゃって、その方がね、俺のライブ来てくれた時に、スーマさんの声は私のお父さんの声にそっくりですって言われて、でもお父さん何歌ってたのって聞いたら、エーデルワイスと、あ、エイジラン、リリー・マルレーンと知床旅情なんですよって言ってたんですよ。だから、まあ、じゃあリリー・マルレーンは俺も好きだったから覚えてみようかなっつって覚えたのがさっき歌ったね、リリー・マルレーンです。でこの知床旅情は別にライブでやるつもりはなくて、ただこの付録音源として一応ねちょっとやってみようかなっていうことで試しに録音してみたやつが付録音源なんですけど、それを普通にリクエストしてくれると、はい、もう森重久弥さんとはまるっきり違う感じ。
日は来た。ラオスの村にも君は出た。